アストンビラフットボールクラブは、イングランドウェストミッドランズ州バーミンガムをホームタウンとするイングランドプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。愛称はビラ。リーグと FA カップで、それぞれ優勝7回、1981から82シーズンに欧州制覇の経験もあり、イングランド屈指の名門クラブである。 プレミアリーグ以降後の最高順位は1992から93シーズンの2位。同じバーミンガムを本拠地とするバーミンガムシティとの対決はバーミンガムダービーとして盛り上がりを見せる。同じウエストミッドランズに拠点を置くウエストブロムビッチ・アルビオンやウォルバーハンプトンとの試合もダービーとして見なされることが多い。イギリス王大使、チャールズの長男。 ウィリアム王子がファンであることで有名。アストンビラの選手たちアストンビラの選手たち1888年9月に始まったフットボールリーグに最初から参加した12クラブの一つである。1893から94シーズンに初優勝を飾ると1909から10シーズンまで6度の優勝を達成した。1896から97シーズンは FA カップも聖地クラブ史上初のダブルを成し遂げ、ビクトリア町において最も成功したフットボールチームであった。1912から13、1919から20シーズンと2度の FA カップ制覇があるもののリーグを制することはできず、1936から37シーズンにクラブ史上を初めて2部へ降格した。 二部でのシーズンとなった1937から38シーズンを優勝で飾り、一年で昇格し、第二次世界大戦中の中断期間を挟み、1967から68シーズンまでトップリーグでの地位を保った。その間には、決勝でマンチェスターユナイテッドを下し、7度目の FA カップ制覇を成し得た1956から57シーズンと初めて、 フットボールリーグカップを制した1960から61シーズンも含まれている。1966から67シーズンに2部降格が決まると、1969から70シーズンに3部に降格し2部昇格に2シーズンを応用した。ロンソンダースの指揮のもと、1975から76シーズンにトップリーグへの復帰を果たすと、 1980から81シーズンに1909から10シーズン以来のリーグ優勝を遂げた。1981から82シーズンにデカイプにおいてバイエルン・ミュンヘンを1の0で破り UEFA チャンピオンズカップを制した。トヨタヨーロッパ、サウスアメリカカップに出場したが、ウルグアイのペニャロールに0の2で破れ世界一の称号を得ることはできなかった。 1986から87シーズンにヨーロッパ制覇からわずか5年で2部へ降格した。1年で復帰し1992から93シーズンよりプロサッカーリーグの改編に伴い新設されたプレミアリーグのメンバーに名を連ねた。初年度にマンチェスターユナイテッドに優勝を許したものの2位で終えた。九十年代の残りは危機はあったが一度も降格することなく。 リーグカップを2度制した。2000年に FA カップ決勝に進出したものの、旧エンブリースタジアムで行われた最後の試合で、チェルシーに0の1で敗れて、準優勝。2001年に UEFA インターと,とカップを獲得。2007年夏にランディ・ラーナーが、新オーナーとなり、マーティン・オニールが監督に就任し、着実にチームは強化されていき、 エバートンと共にビッグ4に次ぐチームになりつつあった。2010から11シーズンは開幕5日前の2010年8月9日にラーナーとのチームのベストプレイヤーを手放す方針の相違からオニールが辞任した。しばらくはリザーブチーム監督のケビン・マクドナルドを暫定監督とし9月8日にジェラールーリエの監督就任を発表した。2012年2月 クラブは5390万ポンドの損失を計上し、3ヶ月後にラーナーは約2億ポンドでクラブを売却した。2014から15シーズンはプレミアリーグ史上最低記録となる開幕25試合でわずか12得点と得点力の欠如に苦しみ、2015年2月にランバートを解任し、ティムシャーウッドが就任した。最終的に17位となり、 降格の危機を免れた。2015から16シーズンは2度の監督交代があったものの好転せず、2016年4月16日2992年のプレミアリーグ創設以来では初、1987年以来となる2部のフットボールリーグチャンピオンシップへの降格が決まった。2016年6月、中国の実業家、 トニーシアが7600万ポンドでクラブを買収し、会長に就任した。2017から18シーズンはチャンピオンシップで4位となり昇格プレイオフ出場権を得たが、決勝でクラムに敗れ昇格を逃した。その後、クラブの財政危機が表面化し、解散の危機もささやかれたが、エジプト企業であるのはグループの投資を受け、ナーセフ・サウィリスが新たなオーナーとなることで合意し、 問題を回避した。2018から19シーズンは、クラブ記録となるリーグ戦中連勝もあり、最終的にチャンピオンシップで5位につけ2期連続で、昇格プレイオフに進んだ。ウィリアム王子が見守る中、決勝で、ダービーカウンティに2から1で勝利して2015から16、シーズン以来3年ぶりのプレミアリーグ昇格を果たした。プレミアリーグ復帰後の2019から20シーズンは、 故障者が続出したことや深刻な得点力不足に陥るなどシーズンを通して苦戦し、一時は降格が有力視されていたが、エースであり、クラブハエ抜きの首相、ジャック・グリーリッシュらの活躍もあり、終盤戦に勝ち点を重ねて残留を果たした。経営陣にスコットランド出身者が多かったため、スコットランドの競合レンジャーズのエンブレムをモチーフに、 立ち上がる獅子が描かれたエンブレムを採用。エンブレムにあるプリペアドは、備えよという意味である。しかし、2016から17シーズンからエンブレムは変更され、プリペアドの文字がなくなりシンプルなものとなった。2020から21シーズンフォーメーションへミマルティネス26キャッシュにコンサ4ミングスのターゲット18マッキーン7ドグラス6バークリー。 20トラオレ15グリーリッシュ10ワトキンス112021年1月31日。現在、カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。監督インアウト詳細は、カテゴリー、アストンビラ FC の選手を、参照2006年、クラブは、アストンビラホールオブフェームを設立し、ファン投票により、12人の元選手、 監督が選ばれた。2013年5月、スティリアン・ペトロフが追加された。エフルオフィシャルウェブサイト、アストンビラ。エフル、2019年1月4日閲覧。アストンビラ、ウェス・イデンズン・ナセフ・ソー・イリス・ツーメイク、シグニフィカント・インベストメント、インクラブ。 bbc スポーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュスポーツスラッシュフットボールスラッシュ449015312019年5月25日閲覧。アストンビラ。フットボールクラブヒストリーデータベース。リチャード・ランデル。2012年3月19日閲覧。チェルシー・クレーム・ FA カップ・グローリー。 bbc スポーツ、http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュにスラッシュハイスラッシュスポーツスラッシュフットボールスラッシュファーカップ 756784stm 2010年9月21日閲覧クラブステートメントマーチン・オニールアストン・ビラ会シー2010年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ 2010年8月9日閲覧。アストンビラアナウンス53.9ポンドエムロス42011ファイナンシャルイヤー。BBC Sports, bb スポーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュスポーツスラッシュ0スラッシュフットボールスラッシュ171972692012年3月19日閲覧。アストンビラ、オーナー。 ランディーラーナーパーツクラブ、アップフォーセール。BBC スポーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.com スラッシュスポーツスラッシュレースラッシュフットボールスラッシュ273723422014年7月24日閲覧。アストンビラ、ポールランベールサクトアズマネージャー。 bbc Sports, PS, スポーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュスポーツスラッシュレイスラッシュフットボールスラッシュ314316492015年2月11日閲覧。ティムシャーウッドアポインテッドニューアストンビラボス。 bbc スポーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュスポーツスラッシュ0スラッシュフットボールスラッシュ314706062018年2月11日閲覧アストンビラ、ドロルマ9連敗で、プレミア創設以来初の二部降格が決定2016年4月17日。サッカーキングア、ア,ングアストンビラ、ドクター、 トニーシアコンディッツ、テイクオーバーオーブチャンピオンシップクラブ。BBC スポーツ、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.com スラッシュスポーツスラッシュフットボールスラッシュ365220942016年11月13日閲覧。 https://www.bbc.co.uk スポーツスラッシュフットボールスラッシュ48331145デビット・オリーリーマネジリアルスタッツソカーベース2007年8月16日閲覧マーチン・オニールマネジリアルスタッツソカーベース2007年8月16日閲覧ジェラルド・ウリエマネジリアルスタッツ ソカーベース2011年12月15日閲覧。アレックス・マクリーッシュマネジリアルスタッツ。ソカーベース2012年5月17日閲覧。ポール・ランベールマネジリアルスタッツ。ソカーベース2015年2月10日閲覧。ティム・シャーウッドマネジリアルスタッツ。ソカーベース2015年2月14日閲覧。レミガルドマネジリアルスタッツ。 ソカーベース、2015年11月16日閲覧。アストンビラクラブヒストリー、ホールオブフェームハット、スポーツ、ポピュラーペトラーブ 2B アダド2アイコニック、ビラホールオブフェーム。アストンビラ界、C、オリジナルの2015年9月23日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.2015092320139/.http://www.avfc.co.uk/.page/.newsdtil/.0% にシパー セントに C1265 から317 3330%に C00HTML2013 年5月10日閲覧。公式ニュースその他、ありがとうございます。